高橋さんにワンピースの質問がまたあります。これ今すごいなんとね、ワンピースにハマってるんで。なんでタビちゃんであんな回ってんの？あれやっぱりさ、ワンピースで俺から編集してあげたサビより回ってんの。やめてほしい。やめてほしい。いやね、なんならもうメインでいいんじゃないかぐらいのこの辺。ワンピース僕今、うん、最近まだねハマり始めてて、いいじゃん。今ちょっとネタ映えもちょっと含んで気をつけながら喋るけど、大丈夫だよ。最新刊ちょうど最新刊は読んだ。最新読みました。最新刊がちょうど、うん、今あの倒して、うん、カイド倒して、うん、ヤマトが、うん、まあ、残るって言ったっていう。いやだいぶ前だよ。アニメも終わってるわ。4号がまだ出てきたったんで、うん、全部の4号が、うん、バギーが4号だみたいな感じで、はいはいはい、盛り上がった。あれ盛り上がるよ。バギー好きでしょ、だって結構好きね。もうちょっと好きだよ、バギー好き。逆にもっと読んでてもいいのにね。出てんだから。前回から1ヶ月ぐらい経ってんだから。なんであれから1巻2巻しか進んでないの。1巻だよ、多分。まあまあ全然ゆっくりだな。丁寧にね、丁寧に一回一回しっかり読まないとみたいな。そこで質問。そう、いや、俺はバギーが4校だってのは何かで見てたんですよ。はいはい、まあ、ネットでもね、すごい流行っちゃったもん。もうあの時期全部ニュースだった。あ、バギーなんだ、うん、俺はその後見た時は、うん、もうバギーがなんかこう仲間をいっぱい引き連れてたの知ってたから、うん、そういうので注目を集めて、うん、あ、4校になったんだなと、うん、強さだけじゃない、はいはい、何か、はいはい、そういう影響力、はいはい、ただ裏にミホークやクロコダイルがいて、うん、実はそこが黒幕だったんだみたいな感じで、あれは、うんうん、ああそうなんだ、うん、まあそれはいいわけよ、うん、だからかと納得したんだ。おもろいよね、面白いですよ、うん、でも一つ疑問なのは、はい、ここで懸賞金が出ちゃう、うん、ババン、ルフィ、はい、30億ベリーが、うん、そうだ、うん、うわ、みんな出ちゃう、でバーキー31億なんか5000万ぐらいだっけ、うん、なんかバーンって、うんうんうん、まあうん、なんかそんぐらい、そんぐらいってね、うん、で、ミホーク、うん、あれ36億ぐらい、5億ミホークやから35億9000万かな、そんぐらい出てでしょ、うんうん、なんで4校のバギーより4校の下についた、うん、バギーの下なわけでしょ、うん、のミホークの方が、うん、高いのということなんですよ。ああ、いい質問。ちゃんとした質問や。読んでて、あれ、え、間違ったのかなと思ったの、最初は。あれ、ミホーク入ってないのかな、あれ、ミホークが4個で。いや、俺もだから、4個っていうのはまず、うん、強いって意味なんでしょ、うんうん、海、まあその海に君臨する皇帝のごとく。それもあの人たちが気になるでしょ、警察。海軍ね、海軍ね、警察が決めたんでしょ、海軍ね、海軍が決めたんでしょ、うん、一応4校って強い4つの人、うん、まあなんか明確には分かんないけどね、海軍が決めてるどの校のみたいな、あれ新聞で言ってるだけなのかね、どうなんだろうね、うん、新聞で言ってるだけなの、検証金も決めてんのは、検証金は海軍、あー海軍か、じゃあそうか、うん、だからでも、え、年功序列みたいになってんのかな、最初思ったら。なんか、その世界はもう年功序列で、うん、やっぱ先輩立てましょうみたいな。そんな感じじゃない。社長だからね、そのね。ミホークの方が年功序列では長いわけでしょ、歴は。支部会海賊、海賊海賊会社長いよね。なんかバギーより長い。え、短いの、バギーよりも。わかんないね、ミホーク。バギーも長いのか。バギーは長いよ、子供の時からだから。ああ、そっか。でも、うん、名前が出てきたのはミホークの方が長いとかなのか、いや、バギーが2巻で出てきて、でもずっと強い可能性あるよね、確かにバギーよりはね、ああ、うん、七部会の先になってるわけだからね、ああ、そうか、なんだ、だから年功序列なのか、うん、今年功序列説があるわけよ、星野の中で年功序列説、うん、年齢とか、はいはいはい、腕を立てましょうみたいな、イホークの上じゃねえかなとしたら、ね、上なんでしょ、年齢も、ミホークは上だから、年齢が上だから、うん、まあ、そしたら4個入っててもよくない、でも、妖怪はさ、やっぱ、強いやつだから。でも、懸賞金もしかしたら年功序列なのかもしれない。あ、懸賞金が年功序列ですね。そう、そう。あ、なるほどね。懸賞金が。いや、正解だね。あ、四校が年功序列ならなんとなくわかるけど。嫌な世界じゃん。嫌な世界なんだけど、まあ、しょうがないのかなとか、なんかあんのかなと、年功序列で、ここで決めちゃうのかなって。まあ、日本の悪い風習みたいなのが、まあ、残ってる。残ってる。日本じゃないけど、舞台設定。不思議ね、だから、不思議、あんまりだって、うん、いないよね。
そういうグループ海賊の船長がよりいない、うん、船長の団員みたいな人が高いグループある？ないない、もうあそこだけだね。不思議じゃないね。もともとやっぱあったんじゃない？ミホークは強かったからね。もともとだと30超えてたんじゃない？え？ミホーク、いや最近七部会撤廃になってるから。撤廃だったね、あの時言うても。そうだ、最近そうだ、うん、最新刊の方でね。最新刊じゃないですよ。だいぶ前ですね。最新刊になったもんね。最新刊ではなってないですね。だいぶ前。うん。そう、だから多分、ミホークはもともと高くて、七部会入って一旦止まって、うん、で、七部会撤廃になって、さらにまた上がって、うん、っていうことだと思うな。っていうことは、で、要はシャンクスと渡り合ってたって言われてるから。その時点ですでに30超えてたらさ、下がることはないんじゃないの？あ、下がることはないね。30超えてたのか。もう超えてたんじゃない？ああ、うん、もう最初の時点で。ミホークの懸賞金の方が多分先についてるはず、ね。バギーの、バギーに入る前に。で、うん、じゃない？で、バギーの顔としてはバギーだから。ああ、そういうことか。そっか、最初に。それを従えてるやつの方が強い。下げるわけにいかないけど。懸賞金が出てるのは多分先ですね、多分だから。つまり、今で言うと、シャンクスが、と、のが高いわけじゃない？シャンクス高いじゃん、うん。それがたまたまなんかわかんないけど、じゃあ、バギーの下に入りましたみたいなことだ。ああ、そういうことだ、そういうこと。ああ、懸賞金のが多分先に決まっている。で、そこがまさかのバギーの下に入った。ああ、そうだと。そしたらシャンクス入んなくなるんじゃない？わかんないけどね。今入ってるからだけど。そもそも入ってない、シャンクスは。誰の下も入ってないよ、シャンクス。なんでバギーの下入ってるの？入ったらそうなんじゃない？そうなんじゃない？っていうことだと思う。ああ、そういうことなのか。だから黒すぎるとなんじゃい、どういうことじゃいってことなんじゃないかな。そういうことなのか。で、読者的には多分違うからね。読者的には普通にさ、うん、あのそれが多分同時期に発表されてるから。確かに、うん、クロスグリード入ったで懸賞金いくらそうだって分かってるから。なんかあの懸賞金がいつなのかが分かんないんだ。いつつけられたのか。そうか、ね、そうか、もっと前につけられてる可能性があるんだ、うん、だからもしかしたらバギーがもっと上がるかもしれない、ね、上がるかも。ああ、そうか、そうか、それ知ってね。超える額が、じゃあカイ君からしたらえってなって、ここで上がると困るなみたいな。いや、ありえる。懸賞金がちょっと合わないなと。あるある、バランスはないと。ああ、ちょっとどこまで読んでるかわかんないからあれ、その勘ってさ、誰が、うん、誰が出てきてんだ。誰が出てきてんだ。ローとかそういうのも出てきたりしました。ロー、キッドとか出てきたりした。キッドはもう、ローとかキッド出てきたってどういうこと。まあ、じゃあ平気です。じゃあなんか怖いね、どこまで出てくるか。変にネタバレすんのもあれだから。出てきたもんね、懸賞金発表出てきたりしたもんね。まあ、よかった。じゃあ、じゃあ同じだったんだよ。ああ、そうね。みんな一緒だね。みんな一緒だね。ダメだよ。ちょっと前なんだよ、だから。そうだね。ちょっと前なんだよ。ちょっと前じゃないだろ。いや、それにいろいろ起きるから。そっからすごいんだから。知らない情報なら言わない方がいいよ。言わない方がいいよ、せっかくだったらね。解決したでも情報。でもみんなで、そっから、あの、分かれていくよ。まあ、そこ知ってるよ。知ってるんだよ。それは知ってんの、俺らも。え？そこなんか知ってない。きっとどうだ、みんなで。シャンクスは出てきてる？シャンクスもなんか、まあ、そろそろ取りに行こうかみたいな。ああ、なんか好きやめえ。そこ行くの？取りに行こう。もうとっくにアニメにもなってる。あそこ暑いよね。暑い、取りに行くんだと思った。来たんだね。取りに行こうかって言って、知ってんのかな、場所とか。場所はもうね、知ってんの？じゃあ、取りに行くっていう時は、うん、あのセーフの場合は、場所知ってる人が行くセーフじゃん。いや、あれね、シャンクスは取りに行くか、奪うって感じなんですよ。え？誰が持ってんの？そろそろ取りに行こうかって言ったんですよ。奪うってことは持ってるってこと、誰かが。なんで膝どうしたの。え、奪うってのは取る。ビッグマムとカイドウは取るは狩るの、取るの。え、いろいろ、その、楽しんでくれてる。何その感じで違うってこと。で、バギーたちは普通にあの、取るね。取ったりつけたりの取る。奪うの。そう。え、じゃあ誰かが持ってんだ。だからロードポーネグルのことだと思います、多分。それは詰めるとそこが分かる。赤い石の写しが4つあったら4点で絞れてワンピースになる。ラフテルが浮かび上がると言われてるから、多分シャンクスは誰かから奪おうと。それを持ってるやつも知ってるんだ。そうもね。そうね。誰だよマジか。まあ、海賊王になるやつらはもうそれを狙ってるからね。あー、持ってんの知ってる。ちょっとあれそろそろ、でもずっとね、取りに行かないもんなんだね。だから多分そんなに欲しくなかったのかな。そうかもしれないね。だってそういう時じゃない、本当に欲しい人だったら入っておりに行くじゃん、うん、好きな人とか言われたんだもんね、海賊になってみたいな。そういう時に一気に欲しくなんだよ。私が取るのは海賊王のような男かなみたいな。じゃあ取りに行っちゃうか。
キャバ嬢に惚れてんじゃないんだキャバ嬢なんで夜の女性に惚れてんじゃないあー、ありえるかもね。なんでそこでかき立てられてんの。そうかも。男が動くときってそういうことだ。そういうことだね裏に女性の影があるそれはあるよね。だからトイレに行ってほしいって言われたら、あれが欲しいみたいな感じでベックマンだって、うんみたいにちょっとびっくりした。なんか可愛い眼だったもんね。なんか可愛い目してたみたいな。ベックマンも惚れてんのシャンクスはそういうことだったら、そんなとこまで見てんのか。うわぁ、女性絡みなんだね。いや、女性絡みは勝手に言ってるわけ確定じゃないですからそういうことか。いや、じゃあこっからだね。こっから次の巻がどうなるかだよね、最新巻。いや、確かに。いつ出んだろうね。いや、出てる出てる、とっくに出てるよ、もう出てんだよ。痛い、2ヶ月またいけるわけ。出てる出てる、帰りに買ってこいよ。帰りに帰るよ、帰る帰る帰るよ一ヶ月一巻なんだね、ちゃんと。なんでなんで月刊誌みたいな。ゆっくり読めるな。理解するのはゆっくり読む方がいいぐらいだよね、ワンピースはね。まあ濃いからね。濃いよね、最近は。本当に濃いんだよ。一気に読んだら分かんなくなる。分かんなくなる。だからやっぱジャンプで読んでるのが結局一番理解っていうか整理。まあ一週間に一回ね。そうそう、しっかりじっくり考えられるから。いやそういうことか。分かってきたな。楽しみだな、これから。いや、その後もやばいよ、もう。え、本当に。いや、本当やばいよ。こんなに急展開起きる。いやー、多分次のシム、いや、読んでほしい。何巻出てんだ、あとその後。もう109巻出てるから。今106巻。多分5ぐらいじゃない。6この前にこって言ったっけ。うん、だってまだそこエクエント入ってないでしょ。105だ、105か。だからあと4巻出てます。いやー持ってるけどね、家には。あるんだ、家には。あ、寝かせてんの。寝かせてます。あー、まあじっくり読むんだ。じっくり読まないと楽しそう。じっくり読まないと難しいんだよ。まあね、ワンピース難しいから。でもヤマトがね、残っちゃうとはね。うん、あー、そっか。乗ると思ってた。どうなんだろうな。まあ残ると思わなかったんでね。乗らないんだろうけど、残るんだ。一人で船出るみたいなね。ヤマトって女性でいいんだよね。女性でいいっす。僕っ子ですね、僕っ子。女性な、自我認識も女性なの。おそらく。自我認識。でも、多分、複雑そう。複雑な。複雑そう。そこまで切り込んではないから、本編は。言ってないか、自我認識は、とか、街道言ったよね。でも、オフ、オフドアはさ、男屋入ったじゃん。だから、おでん。あの時、ドッキリドキッとしなかった。あれ見返すよね、何回か。いや、エロが逃げるから逃げるから。逃げるからじゃない。逃げるから。僕見たら見えちゃうよ。 3D とか見えるから。こうやってやって、寝かせてみたらとかメインではやないよ、やっぱ。この動画変なもんだよ、角度が変じゃねえもん。ちょうどいいよ、たびちゃん。意味わかんないよ。確かに。でもそういう文化はなかったんじゃ、男女別に。いや、でも分かんなくなっちゃった。これ女性なんなかったんだっけ、えどっちなんだろうと思っちゃった。あのシーンとか見た時、女性なんだけど、おでんとして生きてるから。確かに。男性として振る舞うっていう、振る舞う難しいんだね。そこは男湯なんだね。そうなんです。そこは多分、それって難しいとこだよね。難しい。だから女湯の方にはそれこそ聞く、あ、そうそうそう、キクは女湯入ってたね。キクは男性だから。そうか。ああ、そういうことは。女湯入ってた。いやいや、社会のいろいろあるかもね。すごいな。もうそういうとこまで行ってるんですよ、ワンピース。うわ、なんかこう、なんかそういう考察動画上げてる人にとって、これがなんか未来を暗示してる何か可能性があるよね。そんな別になんか何かとあるけどね。そのすんごい細かいことがなんかもう超でっかくみたいなね。いやー、こともあるけど、動画とかね。いや、強かったなぁ。始めれば考察系の、そういうワンピース。いいじゃん、いいじゃん、星さんの考察ね。してよ。おもろいじゃん。な、怖いでしょ、だって。まあ怖くないよ、別に。ワンピースの人たち、すごいでしょ。いや、うちは平気よ、別に。そう。でも独立で始めんだよ。独立で。新しい。やんねえわ。新しい。独立でやれよ。怖すぎだよ。いっぱいいるからね、今。怖すぎだよ。増えたよね。うちは考察系って感じではないだろうけど。まあね。基本ワンピース全部。ヤマト強かった。オールジャンルでやってますから。女性で一番強いじゃん、ヤマト。まあ、ビッグマムとかもいい。ああ、ビッグマムがいた。2番だじゃん、2番。ねえ。絶対そのクラスで。女性いいから。3番ビビ。
ミミ可愛いよね。サラミミ可愛さで何とでもなると思ってる。このチームビビ好きなんだよね。ビビ好きだね。いいよね。ここ2人ビビしてるもんね。俺もビビ。3人好きやん。ビビ好き。ケイさんビビ大好きやから。ビビやね。なんかあんま言えてないけど、ちょっとまだ、ちょっと童貞だから。気持ちは出せてないんだけど。外に出せない。出せない。好きという気持ちがね、ちょっとまだ恥ずかしい。好きってまだ言っていいかわかんない。女の子とか。やば童貞だな。やば童貞って言った。マジで。いやいいじゃん、次の巻も読んでよ。ちょっと読んだらまた、あと4回もできんじゃん。質問また聞いて、おもろいんだけどこの巻。ジャンプはなってほしいね、なんかせっかくだったらね。ジャンプか、追いついたらね、追いついたら、うん、この間すごいセールやってたのに。え、ジャンプ？じゃ定期購読って毎月月1000円とかなんだけど、普通はその買った時から以降じゃないといけないんだけど、過去1年分読みたいな、キャンペーンで。そんなことがあったの？もう終わっちゃった？もう終わっちゃった。9月まで。たまにそういう大盤振る舞いがあるんですよ。あ、だからコミックサイが一気に追いつけるっていう。でもここの間でもう最新刊出てるからね、もう全然。なるほど。そう、もうジャンプはいつだってなれるよみたいなキャンペーン。すごい。1年は多分未だかつてないですね。あ、そうなの？だワンピースだけ追いつけパックとかも配信あったりするんですよ。そういうのはたまにあったりして。あ、いいね。ワンピースは追いつくタイミングとかあるんだけど、もうジャンプ初期全部だったから。1年分ジャンプ無料だったから。すげえな、やるな、ジャンプ。でももう、あの、呪術ヒロアカ終わっちゃったからね。え？呪術回戦終わったの？終わったよ。嘘？読んでないけど嘘。読んでないのか。だって今一番一応ジャンプの看板に近いね。看板だよね。うん、もうワンピースとか。え？もう本当に。次のじゃあまた出てこないと大変だね、ジャンプ。いや、ジャンプすごいよ、だから今。まあ、呪術回戦終わった。また変わってるね。いろいろ時代が。あらららら。神楽鉢重いっすよ、神楽鉢。神楽鉢って何？この間、あの、次に来る漫画大賞優勝した。え、なに、どんな感じの刀で、うん、お父さんが刀鍛冶で、ほう。で、もう、日本、っていうか、その国を救った刀数本みたいな感じですよ。ほう。それが、妖刀なんだけど、ほうほう。それが、やばい組織に盗まれちゃう。え。で、それを、その、お父さんの息子、ほう。千尋が取り返すっていう。あー、なんか面白そうな。めちゃくちゃ。刀好きでしょ、うん、一本松の話じゃないです。一本松一本、持ってけーってやってる。ローグタウンでいた。ローグタウンでいた。え、違う違う、一本松の話じゃない。ずっとあそこの、あの、橋のとこの違う。橋のとこにいた。橋にいないです。誰の話してんの？気になる。誰と勘違いしてんの？橋のいたところの誰？橋の人？何橋の人？橋にいた人は誰？橋にいた人って誰？あの橋にいた人誰？我が国の？うん。牛木丸ね、それ。牛木丸。全然違えよ。全然違えよ、それは。一本松、あの、ゾロがあの三台来てそこ投げて、シュ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 もらってくるのと思って。覚えてねえな。覚えてねえな。はい、あ、面白そう。はい、神楽鉢読んでほしいな、面白い、本当に。まだ一巻ぐらい？いや、もうちょっと出てる。もう4ぐらいで、もう1年ちょい連載してるから。読みやすい。全然読みやすいです。あ、いいな。はい。まだ。まだ、ワンピース。読んだら。ちょうど今みんな面白いんでよかった。いや、ちょっと、出て見てます。多分一番遅いスタートです。今見てる人は多分見てるんで。そうですか。はい。でした。僕たち、お願いします、海賊団と申します。